Ciceroan, or could you use the helpful guidance of a Cicerone? Let us know in the comments. And also, to the guy who started the Cicerone program and you had some things to say about it. Um, our whole family is also beer uh, Cicerone certified. Does anyone know what that is? A little bit, What what can a student do with a Cicerone certification? with Sarah as their Cicerone, the Palmer's purchase from the Duran-Ruel Gallery. So a certified Cicerone is essentially a, uh, much like a wine sommelier. Blowing craft beer, come on, I'm like, I'm already a certified Cicerone, I don't really need this. Cicerone managers and bartenders have taken the Cicerone certification program. that way at all. Cicerone, where'd that name come from? The word has been used in the English language for about 400 years uh, to denote someone who is a guide specifically a knowledgeable and learned guide. Could you give me an example of what a cicerone would do? Could you could you guide me? Sure. We're beer? beer expert who founded the cicerone certification program in Chicago, which has become the industry standard for evaluating a person's knowledge of beer. A cicerone is like a sommelier for a beer, basically, right? Yes. Exactly. Okay. 6万 <laughs> まあ今回ですねなんでこんな単語をチョイスしたのかと言いますとですねこのシセローになる単語はですね古代ローマの雄弁家のキケロに由来するんですってねキケロ世界史で習ったのになんでシセロって読むのよみたいなね、うん、もうこういうのあるよね俺初めて受けた英検一級のやつでね確かねサイラスって出てきてね なんとかなんとかサイラスとか言われてね。え、サイラスって何だっけあれ、サイラスって何だっけとか思ってるうちにこう、あのリスニングでこう、右から左へとこう、ガン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 英文が流れちゃってね。あれ、サイラスってなんか聞いたことあるあれクロノトリガーになんかあったような気がするとかこう思ってたらね、こうバン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 こう、こうリスニングの音声がね、こう右から左へとね、こう、行っちゃってね。ああみたいな。で家帰ってみたらサイラスは英語読みだと。 キュロスみたいなね。うわ、世界史でキュロスってやったじゃん、つって。アケメネス帳開いた人じゃん、キュロス、つってね。うん、そういうのあるよね。もう、ほんとこういうさ、トラップやめてほしいよね、うん。こっちはキュロスで覚えてたのにさ、サイラスとか言ってリスニングに出されちゃうとさ、<う>えサイラスえサイラス,イラスってもう、もうその瞬間にね、僕のね、頭の中にはね、頭の中がこの黒のトリガーのカエルで汚染されちゃうよね。もう一瞬にして。あれ クロノトリガーのカエルのイベントでサイラスって出てきたような気がするみたいなこんなね勇者の墓のイベントでサイラスって出てきたような気がするみたいなこういうシーン確かあったような気がするって思ってるうちにねもう今何秒ですか56秒こんなか頭の中で汚染されちゃったらね もうスパン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 単語が抜けてねそして気力も抜けるよねもうこんなん言われたらねあれクロノトリガーのサイラもう英検のリスニング中よ英検のリスニング中にもかかわらずああロノトリガーのサイラスっていたなって思ってあれでもなんでクロノトリガーってあんまりリメイクしないんだろうとか思ってね「ロマサガ」とか「FF」とかもリメイクしてるんだから「クロノトリガー」もリメイクすればいいのになーとかもう英語の試験中に思うっていうね英語のリスニング中にそれを思うっていうね そういういいのないなんか知ってる単語のはずなのになんか英語読みと違うせいで分かんなかったみたいな。ホメラスは知ってるけどホーマーって読まれたせいで分かんないとかさ。もしくはユークリッドって知ってんのに。 エウクレイデスってて言われて分かんなないいみたいなさそういうことってあるよねって言いたいからこの単語をチョイスしたのとこの郵弁家のキケロっていうのは知ってたけど案内人のそのよどみない説明がキケロの郵弁を連想させたってあるけどキケロじゃなくてシセロって読まれるとわかんないよねっていうエピソードを言いたかったのと英検一級ってこういう人名とか固有うう名詞が語源になってる単語好きだよねって言う のを言いたたかっただけですよそのためとシセローニーなんてね読めるかっつう話だからねこんなシセローニーなんて読めるかっつう話だからね何お前ここをローニーって読んでんだとどこにニーのどこにニーの要素があるんだとこれはどう考えてもローンでしょう、うん、しシセローンみたいな、うん、そうじゃないよシセローニーだよみたいなねでさらに言うとこの作ったコラ画像が面白かったから載せようみたいな

かっったですねロニー・コーコルマンンていうインパクトの強いいキャラクターがいて、ね、ロニー・がてねロニコールマン知っってるでしょ男の人だったらミスター・オリンピア優勝者ででですよももう誰しし憧れるでしょうこれるょここ男の人でこれ憧れない人いる？<laughs> ね。 まあどう考えてもナチュラルじゃないよねうんけどまあね男の人はねもうドラゴンボール Z 大好きですからちょっと筋トレやってみようかなっつってこの人に憧れてちょっとやるけど挫折するみたいなねまあそんな人がね案内人だったらねちょっと楽しいかもねみたいなそして画像のインパクトが大きいよねみたいな黒のトリガーネタとか話しても6分が限界だよまあ、うん 10分できんのこんな単語でもう大体ねこれ元がイタリア語だからねろくな例文がヒットしないんですよまあ一応みんな大好きコロナニュースちゃんと絡めますよねプラ i n g of、COVID、in c o コ i d 1 90インシセロニとか書いてあるからねコロナが案内人の中にも広がってるよみたいなもしくはシセローニコロナバイロス COVID-19 とかアステイテメ r e フォ r ムシ n g ニリガ c o ンダコロナバイ u スとかねもうこの辺が限界でしょであるいは 適当な新聞の記事から引っ張っていきますと、あ、ジェネラル・リーダー、l e き i アミア・ o n i to ニーとガール・ i ムとかね、えー、これ、アミア・ l ルも知らない人いますかこれ、アモーレとか言うでしょう。アモーレとかの親戚で、アミア・ l ルで、愛想の良いとか、そういう単語ですよ。でもしくは、becomes his シセ l ニー in Italy とか、ニューヨーク 's first female e l o ニ i とか、サーバ t ザ e シ i c ニ l on the quest とかね、尺が当たらないから、 あちあちのニュースから確認問題作りますかね。皆さんこのニュース知ってる？これ赤角には何が入るでしょうか？ジャーマンコーチキムライズナー、suspected for striking horse at the Tokyo Olympics とかね。TV ウンバボショーで、キムライズナー、running over a fence to strike the horse Saint Boy、which refused to jump the fence in the show jumping round って書いてあるけど。どれが入りますかね。ていうかあなた方このニュース知ってますか？フチッチ。 アトラスティジャーグンブランドですよちょっと近代五種のこと知らない人もいるかもしれないんでねちょっと説明いたしますとですねなんでこの姉ちゃんがボロクソに泣いてるかっていうとこれ近代五種のこの競技の仕方がさ水泳やったり走ったりえー、何射的射撃やったりとかでいろいろやってで最後になんか馬で競技するらしいんですけどその馬がね自分の馬じゃなくてね ランダムに選ばれる馬なんですってでこの姉ちゃんはせっかく他の4種目で1位だったのに最後の勝負を決める馬がちょっと命令を聞かない馬に当たっちゃったんだってせっかく金メダル取れると思ったのにつってこの馬のせいでつってワンワン泣きながら競技をしてるっつってねでおまけに選手がこんなワンワン泣いてておまけにコーチはキレてこの馬ぶん殴ったらしいんですよでもぶん殴ったっつっても馬にしてみりゃねなんか小疲れたでもないわ なんかもう本当ん,んか軽くタッチしただけじゃないみたいな感じに見えるんだけど。ドラマ動物愛護団ンがドラマってんじゃンフ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 には何が入るでしょうつっフンフンなンフンフ じゃあなんでそんな5つも競技あるんだっつったらなんかもともとがですね面白くてですね敵陣を突っ切ることを命じられたナポレオン軍の兵士が盗んだ馬で敵陣に乗り込み剣と銃で敵を倒し川を泳ぎ丘を走ってそれを成し遂げたというフランスの有名な逸話に感動したクーベルタン男爵がそれをそのまんま再現しようと創作したのが近代五種なので自前の馬を使っては意味がないんだってねえ 戦場では運も求められるからつって。だから、この姉ちゃんは戦場でワンワン泣いてるような豆腐メンタルの持ち主なので、批判されて当然だみたいな感じでボロクソに叩かれてるんだけど、まあ確かにね、競技の元がそれよって聞いちゃうとね、もう兵士としては失格でしょ、これ。うん。ということで、あなた、どれにスーパーひとし君かけますかこの赤カッコに入るのは何でしょうデレ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 デーンつって。 正解は、フティッチでした。ね別にフティッチは覚え方作ってないよ。もうこんなもん、ちょっと調べればわかるんだから。この、ほらさ、あのー、この昔の映画ってさ、こうやってフィルムじゃん。フィルムでこう、ででででってフィルムこうやるじゃん。で、このフィルムが16個で、こうやって16個、1場面とかこう、フィルムが並んで、 16個で1フィートなんだって、こうやって足の大きさの1フィートなんだって、じゃあこの一連の場面がフチ,チでしょ、ね。なんでこんなちょっと語源調べればわかるようなの、単語わざわざおばかと作らなきゃいけないんですか。これパッサンヒントええね。あもうこれ知らなかったらもう論外って感じ。ね。もう残りももう出やすいからちょっともう復習しといて。Astro Boys Atrocities。Astro Boys Atrocities。Astro Boys Atrocities。 This jar is called urinal in medical jargon. This jar is called urinal in medical jargon. This jar is called urinal in medical jargon. Make a blunder on a blender. Make a blunder on a blender. Make a blunder on a blender. She said Ronnie is a Cicerone. She said Ronnie is a Cicerone. She said Ronnie is a Cicerone.